はい、皆さんこんにちは。事業性評価起点の企業価値向上フォーラム、今日は非財務分析の第14回目ミニ講義であります。今日の講義内容、タイトルは組織構造ということになります。早速コンテンツをご覧ください。今日のコンテンツですけれども、一つは組織構造、組織とは何かということ、それからその組織はどんな構造になっているのかという、具体的なこと、そして3つ目は組織上の課題は何かということ、そして4番目は経営戦略との整合性と、その組織というものが整合性が取れているのかという、この4つについて今日はお話をしていきたいということであります。で、冒頭この説明に入る前にですね、やっぱり中小企業というのはもちろんその家族経営、小規模経営ということから、まさに100人、200人、300人、400人という企業まで中小企業の幅というのは広く、もちろんその零細企業というのも数多いということの中で言うと、一般的に中小企業金融をの、事業性評価を行っていくという中でですね、なかなかこの組織とか組織戦略に興味を持つ、調査対象を広げるというバンカーは僕は少ないと思っています。しかしやっぱりその前、私が経営陣のボードの話をこのミニ講義でしてた時も、やっぱりこれからですね、いわゆるその親族外承継とかいうことが増えていって、やっぱりそのファミリーだけで会社をつないでいけないようなケースもありますし、あるいは一定の規模になってきたときには、やっぱりいろんな規制規定とかということで、その社会的責任をしっかり担っていかなきゃいけないような立場になってきたときには、やっぱりそのあくまでも中小企業だからそこは見なくていいやということではなくて、やっぱりいろんなことについて、やっぱり需要性の評価を通じた、ケイパビリティを見ていく必要があるわけですね。そういった意味でやっぱりこの組織戦略ということにもしっかりと皆さんには関心を持っていただきたいなというのが私の気持ちであります。それでは資料をご覧ください。組織とは何か、私もその組織戦略の決して専門家ではございませんが、やっぱり私の定義でいうと、組織というのはまずやっぱり何らかやるべき目的、ご商売ならご商売のこういうものを売っていこうといったような目的がまずあるということ。そして当然ですけど、組織という以上は一人では成り立たないわけですから、2人以上の人が存在する、これがやっぱり組織のシンプルな定義なんだろうと思います。つまり言い換えれば、2つ目のところに書きましたように、何かを実現しようと思って集まった人たちがその目的の達成のために共に働き、目的を達成していく、共同をしていくということです。だから大企業で2万人いるというと、この当然何かを実現しようという、会社としての経営理念、あるいはクレード、いろんなものがある、最近だとパーパスなんていうこともあるんだろうけれども、それに対して多くの何万人という人が共同していく、共働きしていくということですから、なかなかその共同の意味を見出したり、その効率性を見出すっていう、そういうものが非常に難しくなってくるというのは皆さんもわかると思います。で、3番目ですけれども、目的実現に向けて最も高い組織的な効率性、そして高い成果を生む、そういう組織にできているかということをやっぱり考えていくということが大事なんですね。というのは、組織を無駄に作れば作るほど、いらない人を抱えてしまったり、あるいはいらない、なんか無駄な科を作ってしまったり、逆に必要なものが準備できてなかったりということで、習い性になってしまっているケースも多いわけです。したがってこの組織をしっかり見ていくということは決して意味がないということにはならないわけです。ここに書いたように、最も高い効率性と最も高い成果を生み出すための、組織のありよう次第ということであります。それでは次のページをご覧ください。で、やっぱり組織を見ていく上で、やっぱり基本的には見える化っていうことが大事です。何かとかって書いても分かんないですよね、はっきり言ってね。で、やっぱり多くの企業のパンフレット、会社案内、あるいはそのホームページなんかを見ると、この組織図というものが載っているので、あれば、それをそのまま借信して借りてくればいいし、でなければやっぱり内々に作るっていう、その見える化をしていくことが大事だと思います。で、やっぱり組織のパターンというのはですね、そこに書きましたように、おおむね4つぐらいだろうというふうに思っています。で、1つは日本で最も多い LINE 型の縦の、
機能別の組織ということ、それから2番目がいわゆる事業部制という、事業部に権限を与えているようなケース、それから3つ目がさらにその事業部の発展系というか、その組織そのものを独立させた、まあ、カンパニー制、その上に、まあ、ホールディングがあるといったような形、それからまあその他にもチーム型、まあ、プロジェクト制の近い、近いですね、まあ、チーム型とか、あるいは複合的なマトリックス型、こういった組織の型があるということであります。そして、まあ、特にグループ会社なんかを持っている場合に、グループ会社の、まあ、組織を持つまで中小企業の場合作ってないケースもありますんでね、まあ、このグループ会社を含めた組織図なんかは、まあ、ぜひ私は作った方が、さっき言った見えるか把握という観点で大事だと思います。で、右側を見ていただきますと、まあ、ライン型の組織っていうのはどんな組織かということを、まあ、分かりやすくして、これは、まあ、皆さんも多くの会社がこういう形になってますんで、総務部、営業部、購買部、製造部といったような形で、まあ、機能ごとにこの部を設け、それがラインによって縦で、できているというのが、まあ、ライン型の組織ということになります。それから事業部別というのは、やっぱりこのより権限をスピーディーにその事業ごとに目的をまあ持たせようということで作っているというスタイルで、まあ、この図を見ると一番上に製造本部なんていうのがあってですね、その右横を見ていくと映像事業部、エアコン事業部、家電事業部ということで、まあ、これは製品別なんでしょうかね。製品別にそこでしっかりとも完結できるような事業体制を構築しているような組織です。まあ、ここでも営業部なんかでいうと東京事業部、関東事業部、関西事業部、要するに地域的にしっかりと責任を持ってその本部長に権限、まあ、人事権なんかも含めてね、与えていくようなケースがあるということであります。じゃあ次のページを見てください。次のページはね、カンパニー制、あるいはそのチーム別組織、マトリック型組織について少し例示をしたものであります。まあ、カンパニー制はね、先ほど言ったように皆さんもご存知の通りで、ホールディング会社の下に A 社、B 社、これはまあ、独立採算とか、いわゆるその会社という形にし合うと、まあ、おのずとその結果と責任とか、権限とか、いろんなことが分かりやすくなります。あるいはその給与体系なんかの、まあ、別に作りたいようなケースもそうですし、あるいはその M&A なんかで買ってくるような形では、こういうそのホールディング会社のもとにぶら下げていくというような組織形態もある、まあ、カンパニー制ですね。それからその下のチーム的組織ということでいうと、まあ、これはもういわゆるサンライズサンセットのプロジェクトをまあ行うようなケースで最近増えていると思うんですけれども、まあ、このケースでいうと、例えばプロジェクト X という一番右側のところにありますけれども、一時こういうプロジェクトのチーム X チームに入るために、例えば映像事業部から A 氏を出すと、あるいは家電事業部から B と C 氏を入れる、こういうふうにチームへ一時的に移動させていくような、あるいはその所属が変わらないまでもこの臨時的なチームとしてこの活動をまあ一定時間許していく、こういったようなケースもあります。それからその右側、マトリックス型の、まあ、組織ということで、まあ、これもですね、同じようなところでありますけれども、ただまあ所属を完全に移していくようなケースもあるわけですね。プロジェクト X に対して総務部からまあ A 氏、それから営業部から JK 氏、それからまあ購買部から Q 氏、まあ、こういった形でまあ人を一時的に抜きながら、こうマトリックス的に組織を作っていくというような形もあるということであります。じゃあ次のページをご覧ください。で、まあ、この組織を、まず組織図を作ってやっていくという目的は、別に図を作ることだけが目的じゃありません。見える化をしてやっていくということなのが、まあ、大事なわけであります。見えないも見えることでより把握をしやすく、課題を認識しやすくするということなんですけれども、で、一番大事なのはこのページなんですよね。組織上の課題は何か、つまりいいところ悪いところを含めて問題点を把握するということです。で、手法はもちろんそのこの組織図に加えて、やっぱり決算書、例えば赤字になっている時にどの部門に問題があるのかとか、あるいは財務指標が悪化していく、あるいはいろんな変化があった時にその組織との関係性ということ、あるいはその実際に会社を訪問した時の事業性評価インタビューの中で、あるいは実際を通じてそういう組織的に何か問題を生じているか、例えば、まあ、せっかく事業部制を作ったんだけれども非常にコミュニケーションが悪いとか、停滞を招いている、連絡が悪い、あるいはかえって別々にしたがためにいろんな弊害を生じているとかね、
まあ、そういうことを掴んでいくと。で、一般的にですね、まあ、こういう一般的に組織上が抱えている課題っていうのを頭に入れて、まあ、インタビューをしていくと情報が取りやすくなってきます。まあ、ここにいくつかやってますけれども、一番多いのはやっぱり連携が悪い、コミュニケーションが悪いっていうのは非常に、まあ、組織的にはどの組織でも一般的に出てきますね。それからそのリーダーのリーダーシップが欠如しているとか、あるいは組織によっては意欲、モラルがだいぶこの組織は低下しているとか、あるいは情報共有ができていない、あるいはその場合によっては機能が重複しちゃってその無駄がかなり出てきているとかですね、あるいはこういう人事をこう独立した組織を作ったんだけども、結果として人員がまあ滞留してしまってなかなか活性化できないとか、あるいは能力のこの差が埋められないとかですね、あるいは調整がうまくいかない、まあ、何か決めようとするとその部門間のエゴが出てきてしまうとか、あるいはまあよくあるんですけど、子会社管理がうまくないホールディング会社なんかでもですね、やっぱり子会社の数が増えてくると、とりわけ遠い海外なんかの子会社のことが実はびっくりするぐらい把握できてないっていうようなこともですね、中小企業の場合これね結構ありますよ。気をつけた方がいいと思いますね。はい。さあ、それでは最後であります。経営戦略と、まあ、組織戦略の実態、これについて整合性があるかということです。で、まあ、私今日言ったように、まあ、冒頭言ったようにですね、この組織を見ていくっていうのはある程度一定の規模になった時に、その何のために組織があるかというと、一つの目的、会社がある理念、あるいは会社の経営目標に向かって最大の効率性、最大の成果を上げるために最適の組織を作っていくということが大事だから、その問題点なんかも把握していくということなんですが、そのチャンドラーはその組織構造、まあ、構造は戦略に従うという、まあ、有名な言葉であります。まあ、これ構造は戦略に従う、つまり戦略に沿って構造を作るべきだと、まあ、いうふうに、まあ、解釈されがちですけど、まあ、どうもチャンドラーはね、組織構造と戦略というのは相互に関連性をもたらす、どっちが上でどっちが下だというよりは、まあ、そういう相互関連性を重視するコメントとして言ったようであります。まあ、いずれにしてもその構造と戦略というのは常に高い連関を持っているということはまあ間違いないわけであります。で、そういった意味ではですね、チェックポイントは何かというと、やっぱり経営戦略とその組織のありよう次第というのがぴったりと整合性を持ってできているかということがあり、それがさっきの前のページで言ったような問題点を弱記すること、あるいは問題点を埋めていかなきゃいけないというようなことになっていくということです。で、具体的にはやっぱり経営戦略と照らした上で、チェックしていかなきゃいけないのは、組織ごとの人材、あるいは人員の適合配置なんです。例えば経営戦略でマーケティングを重視して、これからはいわゆる企画性のあるマーケティングをやっていくから、マーケティング重視でやろうねって経営戦略になってるのに、何にも変わってない、人員のむしろ人員1人2人抜いてると、これで本当に整合性があるっていうことなんでしょうかって話ですよね。あるいは2番目に、組織の新設統廃合変更ということで、まあ、まさに経営があって新しい部署を作ったり、あるいはその経営戦略のために組織とこれとこの部を統合してより強めたり、あるいは整理をしたり、いうようなことがあるわけであります。それから3つ目が、事業部制、カンパニー制に移行するということは、これ単純に思いつきでやっているというよりは、やっぱりさっき言ったように経営戦略の流れの中でこういうカンパニー制、事業制ということを持っているんだろうとかな、まあ、その背景と、その事業制の形、カンパニー制の形と経営戦略が、まあ、符合しているのか。そしてさっき言ったように、マトリックス型、あるいはチーム型というような、サンライズ、サンセット型のプロジェクトチーム、こういったこともまああるのかないのか。で、こういうのは、まあ、ある意味で言うと、組織が無駄に膨らまないようにするという一つの知恵だと思うんでね、まあ、こういうやり方も非常に賢さはあるんだと思います。で、最後にやっぱり組織変化のありようや、まあ、トピックス、これもしっかりと見ていくことで、思わないやっぱりなんかちょっと変わったことで気がつく戦略の変化とか、あるいは課題と問題点とか、あるいはそのトピックスが象徴するやっぱり事象とかありますんでね、まあ、こういったことを含めて経営戦略と組織のありよう次第というのがうまく整合しているのか、まあ、しっかりと見ていくことが大事だと思います。今日はミニ講義で組織についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。